the stars, it's not the same. Love comes around the sun, chances are we'll be gone. We are all slaves to the stars, it's not the same. Coming to your イルカを紹介します。ハンドイルカです。まずは近くでご覧いただきましょう。ハンドイルカは世界中の熱帯や温帯域に生息しています。皆さんも一度はご覧になったことのあるイルカではないでしょうか。体長およそ3メートル、体重250キロほどあります。トレーナーと並ぶと体の大きさがよくわかります。そしてこれからジャンプをするイルカは当館飼育最年長、推定年齢40歳のイルカです。次に紹介するのはハマイルカです。ハマイルカは北太平洋の温帯域に生息しています。背びれが草を刈る鎌に似ていることからハマイルカと呼ばれています。体長およそ2メートル、体重120キロほどあります。今回のショーには当館で誕生した3歳のリク、1歳の琥珀、琥珀の母イルカのイッチとリクの母イルカのメメの4頭が参加しています。トイルカはまだ練習中の種目も多く、
落ち着かないこともありますが、成長を温かく見守ってください。すごいな。ここからはイルカの体について紹介していきましょう。まずは口の中をご覧ください。口の中には鋭く尖った歯が生えています。歯はすべて同じ形で生え変わることはありません。続いてステージをご覧ください。体の表面には毛も鱗もありません。ステージを滑るとその様子がよくわかります。次にヒレを見てみましょう。イルカの体には3つのヒレがあります。この後ステージに上がるイルカにご注目ください。3つのヒレ、頭の方から順に胸びれ、背びれ、尾びれです。泳ぐ時には背びれで左右のバランスをとり、尾びれを上下に動かします。胸びれは舵やブレーキの役割を果たします。3つあるヒレのうち胸びれにのみ、人でいう肩から指にあたる骨があります。付け根は肩の関節にあたるので動かすことができます。次にオスとメスの見分け方について紹介します。イルカはお腹側を見るとオスとメスを見分けることができます。まずはメスのお腹を見てみましょう。トレーナーが指を指すところをご覧ください。お腹には生殖口と呼ばれる長い溝があります。この溝の両脇に短い溝が一つずつあります。この溝は乳口といって、中におっぱいがしまい込まれています。